皆様こんにちは、鉄坊主でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。本日でございますが、数日前に発生いたしました大船駅構内における東海道線の列車と電化柱の衝突、この事故について私なり少しお話をさせていただきたいと思います。この事故でございますが、8月の5日、もう日本の時間でしたら3日前になりますかね、21時24分、夜の9時半ぐらいですね、藤沢駅から大船駅に向かう列車の中で起きたものでございまして、列車が藤沢駅から大船駅に走っている最中に電化柱が倒れてきて、これが衝突したということでございます。で、約1時間後22時24分から駅間停車列車、この列車だけではなくて、この列車が事故を起こして、それで列車が全部、前後の列車は全て止まってしまいましたので、駅にたまたま止まっている列車ならばいいんですが、駅間に止まっている列車って一旦そこで全てストップしてしまいますので、そういった列車も含めて、この事故が起きた列車も含めてでございますけれども、駅間停車列車の降車、お客さんを実際に降ろして、近くの駅までの誘導というものが開始されたということでございまして、1時間ぐらいですね、この1時間、ちょっとこの1時間については後ほどお話をいたしますけれども、停電した車内の中で、じっとしてなきゃいけなかったということで、大変な思いをされた方たくさんいらっしゃったかと思います。これあと怪我人についてですが、運転士さんと乗客3人怪我、運転士さんと乗客が3人、合計4人ですか、ただこれについてはまた報道によって多少人数が変わってきておりますが、いずれも軽傷ということで、正面見ると列車かなりのダメージがあるんですが、運転手さんも含めて、さほど深刻な怪我の方がいらっしゃらなかったというのは不幸中の幸いかと思います。もちろん怪我をされた方っていうのは、大変な思いされたと思いますし、怖い思いもされたと思うんですけれども、これだけ大きな事故ということに関して言えば、重傷者がいなかったっていうのは不幸中の幸いではないのかなとは思います。で、熱中症の方が8名ということで、実際担架で運ばれている方というのもニュースなど報道などされている通りでございます。そして復旧ですけれども、夜の2時ぐらいに全ての列車からのお客さんを降ろすという、そういう作業が終了して、翌朝も朝早くには横須賀線、京浜東北線、根岸線、こういったところはもうほぼ始発からですかね、復旧をしているような状態 で事故がありました東海道線も翌日の8時には復旧しているということでございまして、これが大きな事件のあらましでございます。当日は各地で花火大会もあったということで、この列車も小田原から横浜に行く臨時列車というふうに聞き及んでいます。そういった形で数多くの臨時列車が運行されている中の一つが、このように事故を起こしてしまったということで、実際に浴衣をお召しになられているお嬢さんたち、女性のお客さんもたくさんいらっしゃったということで、せっかくの、花火大会のところ、こうした事故に遭われた方に関しては本当にもう大変な思いをされたと思うんですけれども、こうしたこともあって、事故が起きたと。で、先ほど申し上げましたけども、運転手さん乗客に大きな事故がなかったっていうのは、大変幸いなことでは、ございますけれども、年々、非常に気候が厳しくなる夏の暑さ、それから冬の寒さ、今回はこれ、こうした夏の暑い時期に起こった事故ということですけれども、冬に JR 西日本京都駅の近くのところで、ポイントのところが氷が入ってて、そこで列車が止まってしまったというようなことがありました。こうしたこともあったりとかして、列車が長時間立ち往生してしまいまして、その中に閉じ込められるというケースが、最近よくありますね。事故が起きると、こうしたことになってしまうのは致し方ないんですけれども、冬の場合は寒さで、夏の場合は今回特にこの架線が絡んでいるということで完全に停電をしてしまいましたので、こうした長時間停電した、車内に閉じ込められる、実際今回も熱中症の方が8人いらっしゃということで、実際にはもっとたくさんその後増えている可能性もあるんですけれども、こうした風に暑い、完全に停電した列車の中に車内に閉じ込められるというのはですね、非常に大きなリスクを伴います。場合によってはこれ命にも関わってくるような、もともと例えば何かのこうですね、持病をお持ちの方がですね、こうした車内の中に長時間閉じ込められてしまいますと、それだけで生命の危機にさらされるというようなこともございます。とにかく年々も暑い時はより暑く、で寒い時はより寒く、いきなり大雨が降ったり、いきなり大雪が降ったりということで、私も何度か申し上げているんですけれども、最近の気候っていうのは、温暖化というよりも極端化、
まあ、英語でもよくエクストリームウェザーなんていう言い方をするんですけれども、まあ、とにかく暑い時はより暑く、寒い時はより寒く、一気に雨が降ったり雪が降ったり風が吹いたりというようなことがございますので、まあ、こうした中でですね、なかなかこの辺の、リスクマネジメントっていうのは鉄道会社も今後考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあ、比較的ですね、21時24分、まあ、22時24分から、まあ、お客さんの誘導が開始されたということで、まあ、現場の方もこれ非常に大変な思いをされたと思います。前回の雪の時にも、まあ、JR の中で働いていらっしゃる方とか、その他鉄道関係者の方から何人かからお話をお伺いする機会がございましたけれども、まあ、現場の大変さ、まあ、なかなかですね、その場に行って誘導してということもできないと、まあ、勝手に降りてもらっちゃ困るし、それからまあ降ろしたはいいけれども、どこから線路から出すかっていうようなところ、まあ、今回のような場所ですと比較的こう大船駅に近いというようなこともありまして、まあ、駅に近いということは駅まで行っていただければ、まあ、そこからですね、まあ、今回もでもなかなかタクシーが捕まらなかったというようなこともね、ツイッターとか見ると書いてあるんで、まあ、それはそれで大変だったと思うんですが、まあ、とにかく大きな駅のそばまで行くと、まあ、時間を潰すところもあるでしょうし、比較的他の交通機関も捕まえやすいというようなこともございますので、まあ、こうした場所であればまだなんとかなるんですが、これがまあ都心とはいえですね、少し郊外の方に行ってしまいますとね、まあ、都心というよりも、首都圏の郊外ですね、まあ、関西圏でもいいですが、若干郊外の方、まあ、例えば京都でしたらね、京都からこう高槻の間だと結構こうですね、山が近くて家もあんまりないようなところもありますので、駅間距離も結構離れたりとかしますし、まあ、首都圏でもそうした場所はたくさんあると思いますので、まあ、そうしたところですと降りたはいいけどその後どうするんだみたいなこともあるんで、なかなか現場での誘導っていうのも大変だと思うんですが、まあ、とにかく途中で列車が止まった時にどういうふうに、そこの時間をなるべく短くをして、お客様に誘導をうまくお客様を誘導して安全なところに避難していただくかっていうのは、これはやはり考えていかなきゃいけないんではないかなというふうに思います。とにかく、まあ、列車が止まる、列車から降ろしてもらう、降ろす、そこから誘導する、まあ、そこまでの時間をどれだけ短くできるのか、なるべくこの車内の中にいらっしゃる時間を短くしていくのかっていうところをですね、まあ、今後考えていかなきゃいけない。今回も比較的早かったとは思うんですが、まあ、それは考えていかなきゃいけないと。そしてこの事故が起きた原因です、まあ、原因については JR 東日本の公式を見ましても現在調査中ですというふうに書かれておりますので、まだはっきりとした原因は分かっておりませんが、いろいろなところを見ますと電荷柱を支える支線っていうのが破断しているというのが分かります。でこれちょっと別にちょっとこちらの方でまあ図を書きました。こんな感じですね、まあ、これがいわゆる電荷柱、まあ、あの 電柱ですね、いわゆるあの架線を支える電柱です。でこれをですね、まあ、こういうふうに電柱あるとこうワイヤーが斜めになって、この部分ですね、こういう支線でこうぐーっと引っ張って支えていると。でこれで引っ張って支えている、それでここをずっと架線が通っている。でこれ張力、調整、装置というですね、架線というのは鉄でできてますから、当然熱によって膨張したり寒さによって縮んだりするわけでございますが、それをまあ調整する、ピーンといつもいい感じで張った具合にするっていうようなことなんですけれども、このですね、視線が破断してるんです。でこの視線が破断した理由が何なのか、ここはちょっとまだ分かりません。単純に途中で切れたのか根こそぎで外れたのかが分からないんですが、どうも熱じゃないかなと思うんですけど、やっぱ暑さっていうのがあるんじゃないかなと思うんですが、これはもう私の完全に推測でございます。今後の調査の結果を待ちたいと思いますが、とにかくここの視線が破断していることは間違いありません。そして破断したことによって、この電線がこう垂れてしまったんですね。ですからこういう張力調整装置というのもこうブランとなってしまって外れてしまったんでしょうね。でこれまあ脱落している、ただこれ脱落した理由なんですけれども、この架線がビヨーンとこう垂れ下がってしまったことによって、まあ、これ警察によるとということで TBS の報道にも出てるんですが、この垂れ下がった架線に電車が接触して電荷柱が倒れ電車と衝突というふうに書かれております。おそらくここが破断してこれが垂れ下がってこの架線がパンタグラフに絡まって引きずって電荷柱を倒して、その電荷柱に電車がぶつかったっていうようなことですね。一番考えられるのはやっぱ暑さなのかなっていう気がいたします。ただこれもまあ私が勝手に今思っているだけなので、普通にこの今分かっている事象から考えると、暑さなどが理由によってというのは、その数日前に実際目視でここをチェックして特に問題なかったということでございますので、まあ、暑さとかあとは夕立とか、まあ、そういった気候のまあ
極端な気候によって負荷がかかってそこの視線が破断してしまったのではないか、もしくは視線を支えている根元のところがこうなんだか抜けたとかボルトが外れたとか、まあ、そうしたことではないかなというふうに考えるのが自然ではないかと思います。数日すると、きちっとした調査結果が出てくるんでそれを待ちたいと思います。一応、まあ、こんな感じ、これは実際 JR 公式のところのお知らせに行けば同じような図が書いてありますし、実際にこれによってこの張力調整装置ですね、おそらくそれは破断して架線が垂れる、パンタグラフに絡まる、パンタグラフが、列車が走ってますから当然パンタグラフに絡まればこの線を引きずって走るということになって、ここに負荷がかかって倒れて電車と衝突、その時にこれも外れて電車の屋根の上に落ちたりとかして、屋根のところに、まあ、いろんなこう空調装置のところが破損していたりとか、結構そうした屋根のところ、パンタグラフもその実際に絡まっているところ一機ありますんで、まあ、そうしたところが全て、かなり大きな損傷を受けているというような具合でございますね。まあ、今回の事故でございますけれども、まあ、実際に数日前に目視をしているということで、おそらくそこに、特に漏れはなかったんではないかというふうに思います。まあ、全てのリスクっていうのをですね、まあ、回避するっていうのは、まあ、なかなか大変でございます。実際にちゃんと見ていても不測の事態であるとか想定外っていうようなことが起きてしまって、それでこうした事故が起きるっていうのは考えられます。これまでにはなかったようなこと、まあ、ですからこれも気候の極端化みたいなものにまたつながってくるわけでございますけれども、今まで考えられなかったような、これまでだったらここまでしておけば大丈夫だったっていうものが、まあ、そこの想定を超えてきてしまったのかもしれませんし、まあ、いずれにしてもですね、まあ、全てのリスクっていうのを回避するっていうのはもうなかなか難しいことだと思います。今後考えていった場合にこうしたまあリスクを回避していくということを考えますと、まあ、これは単純に私が思っていることですが、まあ、地上の設備が少なければ少ないほどチェックするところも少なくなるし、保線にかかる手間も少なくなります。極端な話、電化されている路線よりも非電化の路線の方が、まあ、確かにこれ非電化の路線ではこうしたことで起こり得ないんですよね。って考えると非電化ではないにしても、例えばこれがですねバッテリー車両が走っているようなところであれば、バッテリー車両といってももちろん電化設備が必要なのでパンタグラフは必要ですから架線が必要なところもありますけれども、駅などだけでこう終電して、駅間の間にこうしたものを架線とかが全くなければ、こうした事故ってそもそも起きないっていうような考え方もできます。ですから究極的に言えば蓄電池車両とか水素電池車両とか今いろいろとございますよね。まあ、蓄電池車両に関しては実際にもう運用されてますけれども、まあ、航続距離がなかなかそこまで長くないということで、地方の路線、例えば烏山線であるとか小鹿線であるとか、こうしたところでしかまだ使われてません。まあ、JR 東日本の中ではね、なかなかですねこうした東海道線、まあ、湘南新宿ラインとか上野東京ラインみたいなこう15両で走るところを蓄電池車両で走るというのは現在の技術ではまだ不可能だと思いますけれども、まあ、これから技術が進歩していくと当然こうしたことが可能になってくるのではないかと思います。そうすると架線設備が不要になります。そうすればこういう事故っていうのはそもそも起きないし、保線にかかる費用っていうのもぐっと下がるはずなんです。まあ、もちろん車両の費用自体は高くなると思うんで、まあ、そこは今後の技術革新などによってそうしたコストダウンも測っていかなきゃいけないとは思うんですけれども、まあ、JR 各社も今そういうふうにしておりますし、実際にもう電化をやめて非電化にするっていうような路線も出てくるぐらいですので、これからのトレンドを考えますとこうしたふうにいくんじゃないかと思います。それから蓄電池、まあ、水素電池、こうしたものがどんどんこれから進んでいきますと、途中で止まっても当面電気はありますよね。まあ、これ非電化の、ディーゼル車両なども同じですけれども、途中で止まったからといってですね、いきなり今回にこう普通の電車だと電化設備に走っているところだと停電しちゃうと何にもできなくなってしまいます。新幹線もそうだったと思います。新幹線も止まりましたよね。その時もそうでしたね。ドア開けて空調してっていうようなことがあって、こういうことが起きます。ですから電車の欠点というか一番大きなリスクっていうのは外から電気を取っているので、外からの電源供給がなくなった時にその列車自体って何にもできなくなってしまう。冬だと寒くなるし夏だと暑くなるんですよね。これが例えば蓄電池車両とか、まあ、ディーゼルの車両っていうのは今後の CO2 を考えていけばこれは使えなくなってくると思うんですが、蓄電池バッテリー車両でしたら、まあ、ずっと永久に持つわけじゃないですし、ある程度したら電池は切れます。もちろん切れるんですが、とりあえず止まっても当面
面はなんとかなるっていう意味において、電車よりもそちらの方がリスクが少ないのかなっていう気がいたします。ですから将来的に、今回の事故でいきなりこれがこういうふうになるわけじゃないし、まだまだ時間はかかると思うんですが、今後こうしたこと、もしくはハイブリッド車両みたいな感じで、ハイブリッドといっても電気となおかつ、非常用電源ですね、 N700S みたいなのがそういうの非常用電源ついてますけど、あれはどちらかっていうと駅の間で止まった時に架線からの電気なしで自力走行でなんとか近くの駅までたどり着くぐらいのバッテリーだと思いますんで、車内の電源を供給するほど大きなものではないと思うんですが、今後技術革新が進んでいけばそれだけ大きな容量のバッテリーを積むことができるようになるんで、なるんでというかなるかもしれないんで、そうするとこうしたように途中で止まった時に暑い中でお客さんが辛抱しなきゃいけないっていうようなことがなくなるかもしれません。そういうふうにちょっと今回のこれを見て考えました。雪の時もそうだったんですが、とにかく車内の中にしかも混んでるんですね、電車が。でこれはこうした首都圏に限らず地方の2両編成3両編成で走っている電車であっても本数が少なくなっていることもあって、結構混み合ってます。地方の3両編成4両編成でも朝夕とかでも本当に首都圏かと思うぐらいぎっしり混んでいるような列車がありますので、これはもう場所っていうのは関係ないと思います。首都圏だろうが長所の郊外の路線であろうが電車が混んでいる途中で止まるっていうことになりますと、結構もう釣り革にこうぶら下がっている立っているお客さんがたくさんいるっていうような結構混み合った車内の状態でそういう電車が長時間途中で立ち往生する、電気がないっていうようなことは実際考えられるわけなんで、そうしたことを考えると電車自体に電源を持っている車両の方が望ましいのかなっていうような感じがいたしました。特に気候が極端になっている昨今ではなおさらのことではないかと思います。ということで今回は大船駅構内の東海道線列車電化中衝突事故についてお話をさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。